今回チョコラケということで皆さんにお越しいただいておりますが、伊達さんいかがですか。撮影から1ヶ月ぐらい経ちますか。そうです。1ヶ月会ってない感じがしないですね。山下さんはこの雰囲気いかがですか。今もねちょっと優しい雰囲気を感じましたが。すごく人見知りなので、なんかこう初日から家族として雰囲気作れるのかなって不安もあったんですけど、とってもこうあったかい雰囲気で撮影を進められてすごく嬉しかったですね。あとやっぱ一人暮らしなので、結構この時期こう家族で集まるのもなかなか難しかったりするので、なんかこう第二の家族ができたみたいな感じがして、すごくこうなんだろう、あったかい気持ちになりました。伊達さんはね、こう娘さんがいるというのもなかなか珍しいというか、なんか新しい状況ですよね。そうですね、はい、自身が男の子2人なので、あ、まあ、そうなの、そうなのだなので、ちょっとそうですね、私も娘できたのちょっと嬉しいですね。なので最近テレビで見ててもちょっとつい見ちゃうんですが、娘出てる、娘出てると思って、やっぱありがとうございます。つい見ちゃうんですけど。チョコラケ年表オープンです。あー、すごい、すごい、せーの、あー、ちっちゃ。はい、実はですね、偶然にも伊達さんの女優デビューと山下さんが生まれた年が一緒なんです。どうですか、なんかちょっと不思議な感覚になりますよね。その頃に生まれたんだね。はい、記念日に。なんか私が生まれた頃からご活躍されていた伊達屋さんと今こうやってご一緒できてるのは本当にすごく嬉しいし、ありがたいなって思いますね。写真6、チョコラケの歴史です。どうぞ。わっ、かわいい。若かわいい。若い、ありがとうございます。こちら解説いただけますか。ちょうど2016年が私が乃木坂に加入した時の年ですね。6年前ぐらいですよね。そうですね、6年前。わあ、でも6年でやっぱ人って変わるんですね。こう見るとめちゃくちゃ子供だったなって思いますね。初々しさがありますよ。かわいい。でも未だに正直アイドルやってるみたいな実感は全くなくって、去年の11月ぐらいにも東京ドーム公演をやらせていただいたんですけど、東京ドームに立たせていただいてもまだなんか、私アイドルなんだみたいなふわふわした、すごいアイドル、そうなんかこう気持ちでいて、でもなんかやっぱ憧れだった先輩方に初めて会わせていただいた時にすごい嬉しかったのを今でも覚えていますし、やっぱ加入して最初の頃はすごく緊張したりしていて、なんかホームシックになったりしていたんですけど、ずっと最初の頃から家族が、お父さんとお母さんが支えてくれてたなっていうのは今でもすごい感謝してます。撮影中、山下さんとどんなような会話をお二人で撮影中はしていたんですか。はい、年齢はちょっと差がありますが、やはり肌荒れのこととか美容のことはとてもお互い女子と基地で気になることですので、そういう話はちょいちょいしてましたけどね。はい、山下さんはまだなんか肌荒れとか関係ないのかなとか思いますけれども、気になってることとかあるんですか。でもやっぱこう職業柄結構生活が不規則になってしまったりするお仕事なので、私は結構やっぱ食べることがすごくストレス発散になるので、昨日も今日会見があるから絶対ダメだって思いつつ、夜11時半にフライドポテトを食べてしまいました。若いですね。でもやっぱチョコラ BB も飲んだので、プラマイゼロです。はい、私お父さんだったら多分今頃うってこう言いますね。お父さんね、夜11時過ぎにフライドポテト思い浮かばないですもん。本当ですか。お粥とかですよね。そうです。そうですね、まあちょっと今やっぱアイドルをやらせていただいているので、将来のことはあんまりこう深々と考えたことはないんですけど、でもこうやってやっぱすごい素敵な家族皆さんと共演させていただいて、
やっぱこういう家族っていいなって改めて思いましたね。あの山下さんの方からシリーズ化もしてほしいなんていう要望もありましたが、うん、どれぐらい何周年とか目指したいみたいなのはありますか？何周年、やっぱ周年は多ければ多いほどいいなって思うので、私もこうなんか子供とかだけながら何、おばあちゃんまで、はい、そういうこと、はい、ま、孫を見るまで、はい、そこまでできたらのことですので、あと10年ぐらい、はい、お願いします、はい。